踊りが大好きな子どもたち、3月から練習を始め、まだまだ間違えてしまうこともありますが、みんなで声を掛け合いながら頑張ってきました。今日は笑顔いっぱいで踊ります。初めてよさこいやったんだけど、あったかいって言ってお願いします。はい、私たち岡崎平和学園の、踊りが好きな13人が集まりました、初めての舞台ということで、緊張もしていますので、皆さん5000円の方よろしくお願いいたします。構え。